説教。人類が誕生して180万年、言葉が誕生して1万2000年、よりよく生きるために、より良い社会を作るために最も必要とされてきたもの、それが説教。キリストもブッダもアリストテレスも一休さんも瀬戸内寂聴も金八先生も細木数子も、言うなれば時代に求められた説教野郎。そして今、新たな説教野郎として私たちは立ち上がります。あ、申し遅れました。私、説教野郎金剛智武、説教の金とでも呼んでください。世界は今、説教を求めている。堀本だか、堀本だったかなんか知らねえけどさ、専門の指定士だよ。なんかどこを説教されてるか正直わからないんですよ。うるせえかもね。説教いたします。金が全てなんていうことは短絡的で、そういう言い方自身良くないし、考え方も良くない。心はお金じゃ決して買えませんね。はい、説教野郎です。説教しに来ました。でも、このチカチカしてるのは何ですか。これ株ですか。これは、はい、そうですね。あの説教される覚えとかないですか。もともと説教とかされずに生きてきたでしょ。説教とか嫌いですか。嫌いでしょう。説教は自己陶酔である。戦後の高度成長期を生き抜いてきたからこそ言える言葉がある。団塊の説教野郎、この方です。こんばんは。ガツさん、はい、説教の準備の方はどうでしょうか。オッケー牧場。それでは愛を持って説教スタート。相手ってところでどんなことやったの。インターネットを使った言い手っていうのもあったけど、ああ、それとは違うの。多分あれは、あれ映画か、最終的に目指してるのはホリエモンか。違法行為をね、犯したことは事実であって、そこの部分をね、尊敬するわけにはいかないんですけれども、堀江さんを尊敬しているところはもちろんあると思うんですよ。なんで尊敬してるんだよ。アグレッシブにいろいろやる勇気とか、そのスピードの速さとか、そういうものはすごい尊敬できるなって思ってるんですよ。ガツンとお願いします。黙って喋れちゃった。すいません。ガツッと今俺が言うことを言ってるわけだから、それからもんな、はい、野球だってピッチャー投げたらキャッチャー投げてくるんだもんな。そうですね。下手なキャッチャー投げるとどうしようもねえだろ、こうやってこうやって、フルタぐらいのな。はい、知ってフルタって。はいはい。スペイン語でフルタっつうのはね、フルーツっつうんだよ。本当に。本当だよ。スペイン語でフルーツをね、フルータっつうんだよ。煮物となんかあったらフルにかけるって、これはフルだよな。それと違うけどね、そういうことで。堀江容疑者を否定するところから始めろという熱き説教。しかしここで驚愕の事実が明かされる。ガツさんなんかは個人投資家、株なさってらっしゃるんですよね。うん、やってるよ。ライブドアも損したしな。もうその前音材っていうの段階からやってた俺。IT 企業に投資なさってた。あれは IT 企業ってことはないだろう。一つのあれ IT 企業なの。一番最初ですね、最も IT 企業らしい時に投資されてたっていうことになりますよね。全然わかんねえんだ俺。じゃああまりわからない中で投資されていた。勘でな。勘ですよ、なら俺は説教とし一つ説教するしてるとしたら、何度も言うけど君たちがそういうことを目指して、それはいいことなんだから、そうなった時はね、自己責任で責任持つ、元金保証ぐらいするぐらいの、そのぐらいの気持ちを持ってな。俺らがゼロからやってきてるから全部分かってるわけ。
商売ねって全部失敗してる。ラーメン屋さん、とんかつ屋さん。その時の従業員の方たちとかってどういう状況に？タコだな。何？タコ。タコ。うん。タコでもね、イブのねタコだよ。イブのねタコ掴んでみな。掴みづらいぞ。ぬるぬるしちゃってうなぎじゃねえんだ。はい。そういうやつらばっかり商売になるわけね。やっぱり従業員が。やっぱりそう。悪かったです。ちょっと僕ずっと話を聞いて、なんか今日説教されちゃうっていう風に聞いて連れてこられたんですけど、なんかどこを説教されてるか正直わからないんですよ、あのね、はい、世の中ってのはね、はい、雑誌読んで全部が全部3ページ読んで4ページ読んで全部覚えてるかい、ね、そこの中の、ね、何行目何行かのだけがうんってなんか頭心の中に残るものが物語なんだね、文章なんだな。はい。だから何を説教されてるか分かんないっていうかも分かんないけど、うん、何か自分に感じるものがあるかないかの差だな。うん。うん、だからとにかく。トイレ行ってくるかな。トイレ行きたい人はトイレ、トイレなんて牧場トイレ、トイレ行きたい人、トイレ行きたい人、トイレ、トイレ行こう。あれこっちだ、トイレ。あ、何を説教されてるんだ。非常にそのなんか説教されてるポイントが分からなくて、反論する IT 起業家に向かって団塊の説教野郎がついに新たな伝説を生む。今お前あれだよ、今これで子供に聞いたんだよ、はい、おいトマトどこにあるか知ってっかって言ったら冷蔵庫にあるって言うんだぞ。間違ってはいない。うるせえバカ野郎、冷蔵庫にあるわけねえだろお前。冷蔵庫にあんなわかるけど、冷蔵庫の前にさ畑田んぼにあるんだよね。スーパーになってる。そう簡単にこのトマトが冷蔵庫にあるんじゃねえの、うん、冷蔵庫の前にはどっかにあって、うん、どっかにあって、だからその原点はどこにあった、うん、それは春夏秋冬大抵なったんだぞと、一生懸命頑張った結果そんだけのお金をね取れたんだぞと、期待に合わせて働いたから、うん、トマトはできるんですよね。その話して黙って喋るよお前。お前黙って喋ります、すいません。でもなんか日本の古い考えの中に、あの額に汗することって非常に大切なことだと思うんだけど、それが偉いっていう概念があったと思うんですよ。もちろんそういう人がいないとトマトもできないしビルも建たないんだから大切なことだと思うんだけど、トマトは建物の話じゃない、お金の話だよ。ええ、わかります。で、例えば額に汗をかかなくてもできるような仕事がたくさん今あると思うんですよ。そうだね、どっかで会ったことない？お説教。いや、どっかで会ったことない？どこでお会いしたんですか？いや、会ったことない。あ、そう。どっかで会ったことない。お嬢さんだなと思って。君は会ったことない？ない。あ、そう。なんか会ったことない。まあ、いろいろとね、はい、長い時間こうやって話したけど、はい、そろそろ、まあ、うん、まあ、はい、頑張って喋れよ、はい、本当に、うん、そろそろお時間なので、うんうん、とにかくね説教締めを、うん、そういうことでね、頑張って。どうもありがとうございます。ありがとうございます。何かあった時はぜひ、はい、よろしくお願いします。まあ何ちってもあれだね、まあ、うん、今日はオッケー牧場かな。本日の説教はいかがでしたか？説教だったのか楽教だったのか分かんないけど。